この放送の企画として何か今年にやったタイトルをいろいろプレイしているところを見せてくださいというお話がありましたので、今年1月から2月中旬ぐらいにですね、遊んだタイトルのいくつかをご紹介したいと思います。では参ります。まず一番最初に「フォールアウト4」というゲームです。これ、正確には去年出ていて、去年遊んでクリアしていたものなんですけれども、今年に入っても遊んだものなのでご紹介します。このゲーム FPS みたいに見えるけれども、特徴的なのはこのバッツという射撃システムですね。この数字が出ているのが当たる確率ということになっています。今例えば左上に当たりやすいから、こう打ってみると、非リアルタイムで戦闘が行われるという。これで FPS とかが苦手な人もそれなりに遊べるというものになっています。例えばこの人、なんか見てると、今手榴弾を撃ちましたが、飛び道具は特にないみたいですね。そういう人は例えばこう足とかを怪我させちゃう。すると足が遅くなって逃げられる危険度が下がるみたいな感じになってます。横で切ってる人、仲間ですね。頑張れ頑張れ。もう打っちゃいましょうかね。まあ、戦闘はこういうふうに遊ぶものなんですけれども、中にクラフトという要素があってですね、その中でいろいろ遊ぶことができます。あ、強そうな人だ。頭を一気に砕けるか。はい、いい感じです。クリティカル使いましたけど、この中からいろいろなものが取得でき、それがこれからご紹介するクラフトの材料になったりします。では次いきます。ここは主人公が一番最初にいた町、サンクチュアリというところなんですけれども、このクラフトみたいなものについては、こう素材を選んでおくという比較的簡単な操作でいろんなことができるんですね。こういうのを置いて、家具みたいなものを好きな角度で置くとか。ただ素材が必要なので、その素材集めが楽しかったりします。で、ここにお店をいっぱい作ったんですけれども、交易のために。このお店の人たちというのを、なんとなく特徴があるような感じに着替えさせています。なんとなく似てますよね。こうしておくと、この人がショップの人だっていうことがすぐに分かるので、いろいろなところで役立つと。なんか居ついた人がそれぞれの役割を持ってるみたいなんですね。ここにグールリーダーのハンコクがいるんですけれども、キリちゃんの声で喋るんですけどね。こっち見て、今こんな感じになってます。誰を連れていくか見てこい。また俺と行くのか？もうね、アイコードが最高なので、自分が好きでしまょうだが一ないん緒でにすね。旅をしたいのか？そんなことを聞くのか？当たり前当だ。たり前だ。後にしてくれ。好きにしてくれ。でも振ってみたりして。次いきます。ここはミニッツメンの本拠地ともいえるキャッスルという場所なんですけれども、ここにいる人たちには帽子に明かりをつけてますね。これによって夜も少し明るくみたいなことしてますが、ここにこういうのを作ってましてね。ドーン。これみんな見ての通りパワーアーマーです。下の方からライティングしたりして、で、下の方にあるものはみんなエクゾスケルトンみたいな感じになっていますけれども、実はここの中にものはすごいいっぱいあって、何セットも作れるような感じになっています。それぞれパワーアーマーの仕様が少しずつ異なるんですが、これパラディンダンスが乗っていた機体ですね。で、そのここに襲撃が起こった時に、コアを抜くのを忘れてて、このパラディンダンス機を村人が乗っちゃって、どこかに乗り捨てたっていう事件がありまして、これご注意いただきたいなと思います。ところで、今のピップボーイの姿ってこんな色にしてるんですね。これなぜかというと、ピップボーイってもともと緑色だったんですけれども、こんぐらいの色にしておくとライトが普通に見えるんですね。ちょっと暖色系に振っておくと
綺麗にライトが使えるのでおすすめです。はい、ここはとある島なんですけれども、この下のところにある建物はみんなクラフトでできたものです。遠くの方に BOS のクリドエンが見えてますね。でこういう高いところからとー危ないとか思わず高台を作るっていうような癖があったりするんですが、この建物こんな感じになってます。ビルがねじくれたような感じになっていますけどね、どうやって支えているのかよくわからないような感じで、調子に乗ってこんなもん作ってたら鉄が不足しちゃったんですね。鉄ってすごい汎用的な存在なので、いや素材なのでこれがなくなると本当に困るんですけれども、なんか仕方がないから少しずついろいろなところから取るっていうことを考えながら進めています。以上、フォールアウト4でした。